私は経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞公読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第一条から第七条の文言を読み飛ばすことなく 全てお読みくださいどこか1か所でも承諾できないというところがありましたらあなたはこの動画の続きを見ることができませんのでここで動画を止めてください全て承諾できる方のみこの動画の続きを見ることができます基本的には社会人サークルの人しかこの動画は見れませんまあ頭がねどうにかしてですね あのー、日本語読めるんだけどこの動画の続きを見ちゃう人がね最近多発してますがそういう人は「丸か」ですからねそれか「丸をですからね気をつけてくださいそれではいってみましょう <laughs> LINE に登録してくださいねそしてこの動画の感想を送ってください え、ステッカーがね、すごくたくさん売れてます。1枚600円です。<laughs> どうぞ LINE でお問い合わせください。えー、令和2年1月9日木曜日、草コイン新聞社会人サークル中野研究会。ということでね、今日の千葉県松戸市はようやくね、暖かくなりましたね。昨日は天気予報士が間違ってね、19度まで上がるって言ったのがね、4度ぐらいしかなくてね、すっごい寒かったんですけど、 まどうしようもないね、天気予報士ってね。うーん、どうしようもない職業だと思いましたよ。あの、今日はね、あの、まあ、暖かくなると思ってたからね、僕の方がね。だから僕の方が勝ちでした。ここ最近ね、すごく忙しくてですね、特に社会人サークルの中の研究会の人たちとですね、えー、LINE グループでね、たくさんいろんなことやってます。で、もちろんね、あの、 <laughs> みんなで期待あの数学を、ね、駆使したね期待値計算をやってますから期待値計算のまあ,あのアプリケーションの1つがまあ、FX ってわけですけどね、まあ、昨日はあのドル円でまあ、僕は89万円利確しましたね1日ですね、はい、XM ではね7万円だったかなうん7、まあ x m の方はみんなでやってるからね。だから、少額でやってます。んで、自分の方は国内講座でやってて、そっちは結構お金が、あの、1000万ぐらい入ってるからね。はい、あの余剰資金1000万ぐらいしか入れてないですけど、まあ、1000万円やってて、そっちの方が82万円の利格でしたね。まあ、それはもう、あの、社会人サークルの方にはね、全部証拠として写真は出してます。 はい、あとね、2番、カルロス・ゴーンさんの会見の結果、ビットコインは48万円までやっぱり下落しますね。はい、この2つを今日ね、やっていこうかなと、思いまーす。あとね、まあ、中野研究会の方はね、まあ、<coughs> ようやくね、えー、FX 素人の人もね、あの、株主の人,の人もね、ようやくあの、期待値計算去年1年間やってきてですね、 予約期待値計算の考え方が分かってですね期待、まあ、値計算というのは何度も説明しますけれども、えー、勝率と損益率そして損失許容率のこの3つのね、えー、パラメーターの立体空間で、えー、表されるですね期待値なんですよね <coughs>、まあ、普通の人は分からないからねでこの立体空間の期待空間のセルの中のある1つのセルを見つけてですね そこのセルの中に自分が入るように、えー、投資を行うんですよね。そうすると、資金は伸びていきます。その他のセルは全部あの、全部伸びていけませんから、自分がどこのセルに入りたいのか、あの、三次元空間の中にね。それさえ、あの、かん、あの、目的地を見つけてですね、そこに意識を集中すれば、あの、資金は必ず増えていきますね。当たり前の話ですけどね、数学なんでね。<laughs> 確率計算なんで数学にあの答えがまちまちってことありえないですから答えはいつも一緒ですから数学はねはいなのでようやくですね中野研究会のメンバー100何十人ですけどね今はねえー、お金が増えていってるって感じですねまあ特に年末年始ですねあのドル円があの 方向性が出たんだよね。だからっていうのもあります。で、これはドルのですね。月足ですが、これが週足ですね。で、かなりあのリ,リバウンドしましたね。えー、年末からぐーんと下に下がったんですけど、ここでリバウンドしました。で、これが冷やしですね。冷やしです。はい、それで、 冷やし見にくいんで4時間し。で、まあ、私の方はまあ、あの、ライブでもやってましたけども一、一番上の方ですね。どうしてここでショート入れられたかっていうと、当たり前ですよね。ここで、ここがてっぺんなんだからね。てっぺんって前からか、誰でも <laughs>、チャート見れば誰でもわかりますから、ここがね、てっぺんっていうのは、え、これわかんない人いたのかなここがね、あの、ダブルトップですね、これね。ここら辺も、そうですね。 でここでショートを入れましたそしてグーンと下がってきてねでここまでいったんですけど、まあ、全部持ってれば多分これはそうだな120万ぐらいいったかなはみ、い、んなでやってるんで少ない XM の方は120万ぐらいいったかな、まあ、自分のね国内口座の方はもう1000万ぐらいだったかな全部いけばね XM の方はですねこれ途中で、ね、切られちゃったんですよねここでね えー、108円70銭で、えー、ちょっとね、機械的に切られてしまいましたので、えー、あんまりね、利益が出なかったんですけども、<laughs> まあその後はね、ちょっとね、あの年末忙しくてね、FX やってる場合じゃなかったですね。はい、それで、まあ、これ見やすいですね。ここら辺で一旦切られたんですよ、僕はね。ここからショートエントリーしてですね、ショートのエントリーですね。 ずーっと行って、ここら辺で、まあ、ライブ見てる人は3、わかると思いますけど、33万円ぐらいまで行ってね。リバウンドして、えー、結局21万円ですね、ここでね。21万円で利格しました。<coughs> で、これはもう出金しました。21万円はね。これ利益ですよ。で、も元手はいくらでやったかというと、3万9000円でやったんですよ。3万9000円。<laughs> 元手が。3万9000円と、 クレジットボーナスってポイントですねポイントがね、確か1万5000かな ?1 万5000ぐらいだったんだな。だから、全部で5万4000か。そうですね、5万4000でやってたんですよね。5万4000があの最高で33万までいくと。で結局21万円で利確したってすごいよね、これね。はい、これ、だから、 大体、まあ、実現利益で4倍ですからね、元手の4倍をですね、えーまあ、2日間、2日間か3日間ぐらいかな、これ、3日間ぐらいで、えー、取ったということで、まあ、あの、損益率400%ね、<laughs> これはすごいと思います。たいあの、世界で有名なね、 ジム・ロジャースとかいますでしょああいうヘッジファンドっていうか個人的ヘッジファンドの人ね。えー、個人投資家っていうかまあ大口、まあ有名な投資家いますよね。ああいう人も年間でですね、40%なんですよね。よくて。よくて1.4倍しかしてないんです。あの資産をね、まあお客から借りた資産をね。だからただし、 お金が10兆円ぐらいあるからね、彼らのところにお金すごい集まってくるから、10兆円の1.4倍は14兆円なんですよね。14兆円。14兆なんですよね。だから、1年の利益は4兆円あるんですよね。うん、4兆すごいなって、僕だったらさ、 これ実際問題4倍にしてるから10兆円を40兆円できるわけ40兆円できたわけですよ。のこの3日間ぐらいでね。そこら辺はやらないということですね。だから1年で1.4倍にするだけでもね、これ30年もやってればものすごい金額になるんですよね。1.4×1.4×1.4 ですからね。それを30回かければ1000倍とかになっちゃうわけですけども。 まあ普通の人はこうもう30年なんか待てないじゃないですか。僕だってもう 50, 50歳ぐらい、まあ49歳ですからね。そうすると79歳になっちゃうじゃないですか。79歳でまあ1000倍例えば3万9000の1000倍で3900万ですけど、まあちょっと少ないかなって感じですね。39億。30年、<laughs> 79歳生きてるか分かんないし、79歳に39億もらってもね、もうあの旅行もできないし、 な,なんかステーキ食うかつて食え,な食,な食えないしお腹壊しちゃったね。もういらないから39億なんて79歳で。それだったら49歳で49歳で3億円でいいですよ、そしたら。うん。そしたらあのく、まあ、クルーザーは買えないかもしれないけどあの南の島で遊べるからね。はい、そんな感じですね。そしてですね はいで、まあ、その後じゃあ、ここら辺どうしたのと、どうしたのって、これちょっとやってなかったですね。忙しくて、えー、年、年始ですね、年始すごく忙しくてですね、やってなかったですね、これずっとね。そして下行ってですね、ここでコこツンと当たって、今度、浮いたんですよね。<laughs> で、これもやっ,てやってませんでした。ちょっと忙しくてね。 えっとなんかお金に興味がなくなったんだよね急にね <laughs> まあもともと興味ないですけどそしてまああの昨日の朝ねこう見てたんですけどねあなんか <coughs> 落ちるかもしれないなって思ったんですよね <coughs> はいそれであの朝まあ社会人サークルの人にはねその えー、確率統計学の、えー、期待値計算をもうやり直してですね、ここの、えー、期待値計算情報をこう伝えました。LINE グループでね。みんなでこう撮ったんですよね、ここね。で、ここは、もともとね、お金がね、<laughs> なくてね、えー、いくらだったんだっけな、こう、まあ。出勤してましたしね、お金がなかったんですよ、昨日の朝ね。<coughs> うんと、いくらだったかな。 5,889円ですねこう。昨日の朝ですね、ここ一番上のところ。現金が5,889円。9円しかなかったんですよね。で、それに、あとポイントがですね、えー、2,264円しかないんでね。2,264円しかなかったんですよ。こんだ,こんだけしかないんだよね。そうすると、いくらになるかというと。<laughs> <coughs> 1万1776円えそんなもんよねあちょちょちょすいませんちょっと間違えましたね5889と5889と2264ですね8153円ですねはい8000ちょっと待って、ね 8153円しかなかったんですね8153円しかなくてまあないなと思ったんですけど、まあ、しょうがないからやるしかないんでここでやったんですよねでまあ最初はまあ0.1ロットですね1万通貨1万通貨1万1400円でかけれるんでね 1>, 1万ずか2万通貨ぐらいかけていってですね、でどん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 こう落ちるんで、一気にね、ポーンってね、ボーンと落ちたんで、で、結局増えたお金でまた追加投資、また追加投資ってやっていったんですよ、こうやってね。で、結局一番最後止まるとこまでやりました。で、ここでリバルなってはあのは、あの一般社見てて分かったんでね。で、結局、あの、8153円が、この、これをあの元で、消毒基金にいくらになったかっていうとね、 7万,万2000円ですよね。7万2000円の利益が出ました。いや、これすごいよ。だから、9 7 2だもんね。9倍ですよ。昨日の朝は。昨日の朝、まあわずか1時間ぐらいかな。はい。あのー、例えば10万円あったら90万円になったってことだね。うん。お金が8153円しかなかったから。それが7万2000円になったんですね。1時間後にね。で、これがね、 あのー、海外 FX の魅力ですよね。うん。最近ね、この8000円とかってもうね、ちょっと大きいんじゃないかなと思って、1日、もうん、800円でいいかなと思ってて、まあ、ただ800円しかないと、これ7200円しかなかなんなかったわけだからね。だからちょっとも、うん、ちょっと寂しいか。まあ、8000円さえあれば、1日7万円稼げますから。 うん、まあ、ただ、ガラルかどうか。まあ1、一日っていうか、一時間で、半日でね。それで、昨日はですね、えっ、ー、と、落ちただけじゃないんですよね。これ、落ちただけじゃなくて、実は、戻ったんですよね。うんと、一時間にしようか。これがね、すごい戻りましてね。ここで、落ちましたね。ここで落ちて、 こ,この下ね下で僕は7万2000円の利益だったんですね。うん、7万2000円、これ出金しちゃいました。もう7万円は出金しました。はいあの。逐一出勤しないとあの、またなくなっちゃうんでね。口座残高なくなっちゃうんであの、逐一出勤してます。その後その後ロング入れ,る入れて寝れば、うん、あの遊びちゃえばよかったんでね。したらどんだけ上がったんだよって。 どんだけ上がるんだこう、一日、一日ですね。一日でどんだけ上がるんだよっていうことなんですが、ここはね、なぜこう落ちたかというと、朝ね。これは、あの、ロケット発射ですね。アメリカに対する報復で、<coughs> えっと、ミで発射ありましたよね。はい。 国際化うーん、イランですね。<laughs> イランがアメリカの軍事施設に、中東の軍事施設にミサイル発射しましたよね。それで、えー、こう、一気に落ちたんですよね。これ、何ピプス落ちたのかなこれ、一気にね、えー。87ピプス落ちてますね。87ピプス落ちてます。 こうねうん、イランがアメリカの中東の基地に対して87ピップス落ちました。で、その後上がりましたね、こうやってね。で今も、まあ、若干上げ気味ですけども、これが半端もえげつないね、2倍ぐらい上がってるからね。2倍ぐらい。<laughs> どうなってんだよって、これ。これがですね、えー、っと、164ピップスですね。164ピップス上がって。 るっていうことですごいえげつないですねこれねでこれがまあロケット発射でいわゆるですねあの有事まあ戦争のこと有事有事って言うんだけどあのあることってこですけどね、うん、有事の際はどうなるかというと有事の有事って戦争ね 戦争の前、戦争の前、ヘッジファンドが動くから、有事の前の円買いなんですよ。ドルなんか持っててもしょうがないから、あの、危険資産だからね、ドルっていうのは。で、まああの、有事の前は円買いが進むんですね。なので、第一報が入ると、ドルを売って円を買うんですよ。だから下がっちゃうんですよね。 でこれはあの一時的なんですよね。えー、それで世界の,のヘッジファンド、ゴールドマン・サックスとかね、JP モルガンとかは、もうあのドル持っててもしょうがないから、でアメリカが戦争やるっていうんだったらね、ドルなんか危険だからどんだけ落ちるかわかんないし、もうそもアメリカ信用ないからね、だからドル売って円を買うんですよ。日本は信用あるんでね、まだね。でのの前の円買い そして、有事の際。で、有事の際って言ってね、これね、間違えちゃいけないんだけど、前と真ん中と後があるんですよ。まあ、戦争が勃発したのは、有事の際だよね。有事の際はドル買いなんですよ。有事の際の、はい。みんなね、間違ってるけどね、これ。あの特にね、老外 YouTuber はね、間違いが多いからね。 あの気をつけた方がいいよ。本当老害はね、まあ。法律もね、知らないし、何も知らない人ばっかり。で、有事の際は、ドル買いです。なぜかというと、世界で、自、ま、国、あ、通貨持っててもしょうがないでしょ。特に、あの、アフリカとかさ、南米とかね、自国通貨なんてどんだけ暴落するか分かんないし、アジアの通貨なんかね、自国通貨持っててもしょうがないでしょ。で、世界で流通している、 通貨っていうのは唯一アメリカドルなんですよ。米ドルしか流通してないんですよ。日本円なんかも流通してないし、ましてはユーロなんかも使い物になんないからね、あんなのね。で、世界広しと家でも、ね、例えば見てみようか。えー、回やめようか。世界広しと家でもね、これ消えちゃうんだよな、地図。あの、 よく考えて投資はし頭いい人じゃないと絶対もかないから特にあの変なね老害ユーチューバーとか、ね、気をつけた方がいいから、はい、あのそれ信じてね全員負けちゃうからね <laughs> 世界広しといえども,もこんな南米とかもねこれいつもね自国通貨いつも破綻してんだこの辺とか。 破綻しててこ、ここら辺とか使い物になんないから、ビットコインの方がまだいいし、メキシコとかここら辺も、あのいつも破綻してるわけですよね、自国通貨がね。<laughs> はい。それでですね、あとは、このアジアとかインドとこれもダメだね。あとはもちろん、このアフリカ全体、自 <laughs> 国通貨なんて戦争始まったら使い物になんないから。 まあ、下手すりゃここら辺のヨーロッパもそうだしロシア、モンゴル中,中国もそうかな日本ぐらいじゃないですか日本とアメリカぐらいじゃないですか、うん、だから、えー、有事の前は円買いつってヘッジファンドがねドルなんか売っちゃって危険リスクが高いドルを売って円を買うんですよね、うん、そして有事の際はドルが買われるんですよ うん、なぜかっていうと円は世界で使えないですからねポンコツだからドルしか使えないんでみんな自国通貨売ってドル買うんですよだ実需が増えるんでこうやって上がっちゃうんだよねこれ実需ですよ実需で上がるんですよ怖いからね <coughs> ほんで今回戦争がないなと戦争がなさそうだなって感じになるじゃないですかで今有事のあなんですねこれからねはいあの戦争アメリカも やらないよって言ってるから、有事の後、どうなるのかと言ったら、また、あ、もっと戻ります、はい。ドルやっぱり怖いからね。あの、<coughs> G 数字ではドルは使うアメリカドル使えるんだけど、投資としては最低なんですよね。ドルなんていうのは。どうなるかわかんないから。大暴落するから、有事の後の、また円買いなんです。円買いなんです。だから、 えー、今ちょっとドル上がってますけど、これまた下がりますよね、こうやってね。もともと下がってたんだからね。もともと下がってたんだから、また下がりますね。で、もともとですね、何がどうなってたかというと、ああ、こうか。何がどうなってたかというと、もともと104円、えー、50銭。 104円50銭のところにボトムがあるんですよね。104円50銭のところにね。どれ辺ですよ。そして、えー、こうやって気持ちよくですね、サイン・コサインカーブを描いていると。こうですね。こうやって描いてたと。もう一回やろうか。もう一回やろうか。えー、っと、ごめんね。この感じにしようか。 そして、えー、サイン・コサイン・カーブを描いているよと。ごめんね。はい。104円50銭のとこがにあって、ボトムがね、ボトムっていうの下ってことですよ。基礎,基礎のところに104円50銭の基礎の上に、これ、丸い建物が建ってるわけだね、これね。で、<laughs> 1回。で、今回2回目だね、こうやってね、小さい部屋のね。 そしてまだいたい真ん中に来ると一旦落ちてで自然注力で一旦また上がってこうやって丸を円を描くと。で今回も真ん中に来たのでこうやって一旦下がってまたこうやっていくっていう考えだったんだけど、えー、途中でね有事が <laughs> 有事が来てしまったので上がっちゃったんだよね。でこれはもう一回仕切り直しでこうやって下がっていくと思うね。そして上がるよってことですね。なので、えー、これ有事有事の後ですからね今。 なので、下がってくると思います。はい。まあ、いろんなことあるよね。こういうところも、実際問題、じゃあ、あのー、うまく、こう下がっ、上がったのかって言ったら、一旦下がって上がったりね。えこういうときも、上がって、下がって、上がって、下がって、上がって、下がるからね。で実際問題、まあ、下がるんだけど、上がって、下がって、上がって、下がるって感じかな。 まあ、細かく見るとねあ、いくらでも何でもある、何でもありだなって思えると思います。はい。<laughs> なんで、まあ今少し上がってきてますけれども、えー、これはね、もう下がるかなと。下がるしかないなと。で、今ダブルトップつけましたね、こうね。はい、<laughs> ダブルトップつけたので、ここね、朝のダブルトップをつけた。 ちょっと下行っちゃったか。つけたので、ここだね。はい。で、これ上かなと思いつつ、ここ、朝のトップと今のトップですね。で、ここも下がってくると思います。はい。ダブルトップですね。なので、えー、これ、今ね、これから有事の後ですから、有事の後の、後の、 もともとは円外に走ってましたからね円 <laughs> 外で、えー、104円50銭い行くと思いますよ、はい、なのでこれは間違いないですねもうねひげ、うん、ついちゃったしねこれねはいこれでもう終わりですねなのでまあショート入間違いないと思いますよこれね 大丈夫ですね、はい、あとね、えー、っと、ビットコインなんだけども、これちょ線書いておきましたが、今回ね、まあ、カールロス、まあ、今回上がったじゃないですか、91万、92万ぐらいまで上がったのかな、今回、ビットコインね、92万円ぐらいまで上がっ ましたけど、うわ、やってたっつって、大喜びしてる人いたかもしれないけれども、まあ、これはあのいつもと一緒でですね、イベントですね、イベント上げです。イベント、まあ、何にもないからね、ビットコインのイベントって、だからイベント上げで、カール・ス・ゴーンさんがね、まあ,あの記者会見するということで、まあ、92万まで上がったんだけど、終わっちゃったよね。で、結局は、 えどうなるかというとですね、これちょっと大きくしようか。結局、92万つって大したことないんだよね、92万っていう。ここのペナントフラッグのじゃ上、突き抜けたのかっつっ全然突き抜けてなくてね。いや、ただの、え、何にもないなかったよねっていうのと同じぐらいなんですよね。だから、あの、まあ、全然大したことなくて、上行ったの。 ついてないしもともとここでついてるからね <coughs> 前から言ってる通り1回上上がってサインコザインカーブつ,くからつけるからね上がったんだから下でしょとなので今下がってますけどイベント終わってカルロス・ゴーンさんやっぱり逮捕される可能性すごい強くなってきたねインターポールの圧力が強いのでねしかも昨日夜終わってから夜中の明朝2時からですよ 朝の2時から法務大臣が絶対捕まえるって言ってましたよね。捕まりますね。だから、まあ、ここで止まればいいけどね。ビットコイン48万円でね。48万円で止まればいいけど、ま,あ、また38万までいっちゃう可能性は十分にある。うん。まあ僕は48万で止まると思ってるけどね。うん。ちょっと長いかもね。ビットコインはね。 うん、ビットコインは今投資に値しないですよね、うん。ビットコインは今 F ランクだね。F ランク。<laughs> 全く、全く持って。<laughs> 投資には値しないですね。ですから、<laughs> あの、 ビットコイン投資はやってはいけないですね、今ね <coughs>。絶対に、ビットコインやっちゃいけないですね。ましてや、あの、レバレッジを利かせてね、ビットコイン FX なんかやったもんなら、何回やっても、損切りにあって終わっちゃいますね。 レ、まあ、レバレッジの問題ですよね、まあ、現物でもやんない方がいいですよね。しかも落ちてきましたからね、これはい、全然余裕です、まああの。僕はもう未来を予知してるわけじゃないんだよ。未来を予知に、まあ、僕はある程度予知できるけど未来を予知してもしょうがないからね。<laughs> 未来は何でもいいんですよ。未来は確率論であのいかようにでも。 なるからね人間はね未来は予知できないけど <laughs> あの確率論を使えば人間は未来を操作できるんですよはいということですねはいなんでビットコインは今投資に値しないですねこれ下がってくるからねあとあの、えー、まあこれまたひどい状態になってるけどねリップルなんですが リップルこうやって爆上げして、わーやったやったーってこうなってるじゃないですか、こうやって。はみたいな感じで、これ、もともと20円がね、20円が、ここ、24円50銭になっただけなんですよ。まあ、4円50銭大きいけど、それが今22円45銭でしょ。ガタガタに下がってるじゃないですか。 で、これ下がって、多分、5円ぐらいになっちゃうと思うんだよね。なぜかというと、リップル財団自体が、もうリップルではお金、資金を集めることができないって判断して、新しい仮想通貨を作って、それで i c o でお金集めてるんですよ。ってことは、もうリップル捨てるかもしれないし、あとはリップル財団自体が倒産するかもしれないね。 うん、そしたらもうアウトですよねあの。0円になります、リップルはね。徐々廃止で0円になっちゃうんで、今価格がついてるね、<laughs> 価格がついてる間に、あのー、売っちゃった方がいいかもしれないよね <coughs>、うん。そんな気もしてますね。そんな気もしてます。うん、まあ、いわゆる損切りだよね。 うん、まあだから例えばねリップル50円で買ったって人は半額っていうか50円で買った人リップル1リップル50円で買った人はまあ今半分以下だけどまあでもいいじゃないですか半分以下でも10分の1にはなってないわけだしね、うん、値段がついてるときに売らないと本当にもうな全部なくなっちゃうからね、うん、そこら辺をどう考えるかですね はい、ということでね、今日は、昨、え、日、ー、昨日ドル、昨日ドル円89万円、利確しましたね。まあ、大したことないですけどね。うーん、そうだね。やっぱり、1日で890万ぐらいは稼ぎたいよね。1日890万円。890万円ぐらい稼げば、1日ね。 まあそうすればちょっと楽できるかなと思いますけどね。で、まあ一応 FX っていうのは、あの、土日休みですから、1年で、えー、300日ぐらいしかできないんですよ。300日、65日休みだからね。ぐらい。あと自分も休むからね。まあ300日もやんないですけど、1, 日1年300日しかできないわけですよね。で、一日、1日、 1>, 1日最低30万は取らないとね三30万円は取らないとどうなるかというとえだから計算機で計算できない人のためにね300日やって1日30万取らないと9000万にならないわけね九千万だから33万3000円取らないと1億にならないわけですよ これ30万、30、34万円取らないと1億にならないわけだね、1日ね。で、まあ、年間1億だと,ちょ,っとちょっと少なめですよね。ちょっと怖いよね。だから、年間10億ぐらい稼ぐ必要あるよね。そしたら1日、やっぱり340万ぐらい稼がないとね。FX でね。1日340万稼げば、1年で、 えー、10億円ですね。10億円を稼ぐことになると。ただし、えー、税金もあるからね、うん。で、しかも300日なんかできないから、まあ、半分ぐらいだよね、やったとして、まあ、3分の1かな。うん、まあ、本当はそんな働いてないけど、<laughs> えー、まあ、年間で100日ぐらいしかできないですよね。いろいろあるから、旅行行ったりね。そうすると、 やっぱり一日一千万。最低でもね。えっ、ー、と、一千万円の利益。まあ、あの、期待値で、期待値でいいからね。期待値で一日一千万の利益が欲しいよね。やっぱりね。そうしないと一年で10億いかないからね。という感じで、まあ <coughs>、中野研究会社会人サークルは今こんな感じで計画しているということですね。はい。ということでね、今回は、 えー、この辺でね終わりたいと思いますよ <coughs> まあしょぼかったですけどね昨日はドル円89枚の利格とカルロス・ゴーンさんの会見の結果ビットコインは48万円まで下落するというお話をさせていただきましたそれでは、えー、今日も頑張ってお仕事してください千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました失礼いたします